我々はこの時を何年待ったんだろう、2年くらいか。というわけでグリッドマンユニバース、ネタバレレビューではなく、ネタバレしながらもう言いたい放題言いまくっちゃおうぜトーク、イエーイ。というわけで、こんなんサブチャンネルでええやろと思いながらもこんなんだったらってレビューする気ねえっていうで爆弾発言でね。というわけでもう言いたい放題言いまくっちまおうぜっていうね、皆さん、あの、そんな企画でございます、今回は。はい。というわけで、我々、そんな、もう、ただ、ノリが勢いなだけで、グリッドマンユニバースっていう映画を見に行きました。はい、見に行きました。これね、俺たちの歴史がちょっと面白いのかもしれないね。俺たち、だって、グリッドマンっていうことそのもの知らなかったもんって、ね。うん、そうですね。うん。この、なんだっけ、アニメが始まった、このこの SSSS のこの意味さ、俺、ちゃんと言えないからね。僕も言えないです。えってどういうことって思ったからね。で、なんだろうね、グリッドマンのアニメ始まんじゃんって。で、俺は見てたんだよ、ちゃんと。で、カツ君は見てなかったんだよ、はい。僕は見てなかったんです。俺はちゃんとね、あの、ガチで見てたんだよ、グリッドマン、アニメ。うん。で、後で、ああ、そっか、電光超人グリッドマンの原作なんだって、後で少し調べるようになって、うん。で、そこで止まったの。そこで止まった。で、ダイナゼノン始まったじゃん。始まりましたね。で、カツ君、ダイナゼノンはカツ君が見出したんだよ。そう。たまたまね、いろいろなところでね、そのダイナゼノンの話を聞いてね、ちょっと見てみようっていう感覚で見たんですよ。そしたら面白くてね、見てたんです。ハマっちゃって。そう、だから我々の始まり大体2020年なんてこと。実際俺たちが見始めたのが、まあ、2018年のグリッドマンから見てるけど、カツくんが、見出したダイナゼノンに関しては、めっちゃ欲しいけど、うん、ダイナゼノンどうだっけ放送は、2021年だ。大体ほんとそのぐらいだね、ほんとに。うん。うん、だから、カツくんがダイナゼノンを見て、俺はダイナゼノン見てなかったんだよ。うんうん。ちょっと触り程度でしか見てなかったんだよ。なんか、急に冷めちゃって。うん。でもまあ、なんだろう。今回グリッドマンユニバースで、まあ、ユータとリッカの、恋愛面決着なのかと思ってね。うん。これがめちゃくちゃ気になってね。そうなんだね。ただ、で、一応ね、あの、ダイナゼノンの方も、ヨモギと夢ってあの二人付き合ってんのっていうね、分かんなかったよ。うん、そうそう、分かんなかったんだ、ね。だからね、俺たちはね、言い方悪いけど、すいませんね。決着、その恋愛面の決着が見たくて、このグリッドマンユニバースを見に行きました。そうなんですよね、見に。だから目的がグリッドマンじゃねえって、ね。早く、なんだろう、みんなどうなったのって、恋愛関係みんなどうなったのっていうね。もうそれがもう気になってしょうがなくて、見に行ったっていうね。その、だから本当は俺たちね、サブチャンネルでレビューあげるか、それとも、まあ、レビュー見ないでこのままにスーッとしとくかとか、なんか、いろいろ考えたんだけど、とりあえず、なんか盛り上がったし、一応やっとくかっていうね、ものすごい、ノリと勢いだけでやってやろうぜってことで、だからレビューじゃありません。今回思ったことバンバン言っちゃいます。はい。うん。なので視聴者置いてきぼりの、ただおっさん二人が言いたいだけ、うん。とっととその恋愛事情見せろやっていうね。どうなったんだ、ヨモギとユミは付き合ってんのかどうなのかっていうね。そしてさ、あの二人の関係どうなってんのとかさ、もういろいろ見に行って、で、最終的にグリッドマンたちの活躍にめっちゃ惚れ込んでしまったっていうね。うん、かっこええっていうね。惚れ込んでしまったっていう男たちの話を聞いてってくださいっていうね。すごい話でございます。まあ、始まりはね、グリッドマンの世界の、まあ、なんでもない日常っていうね。だから、初めて俺としては記憶が戻ったユータを。だってほら、本家のグリッドマンとかさ。うん、そうね、最初記憶さしてか、あのユータ自身がもうグリッドマンだったから、ね。本来ユータ眠ってる状態だったから。うん、だから、初めてユータっていう人格をその場で見たような形になったよね。基本的に変わってないけど。うん、で、なんだろうね。二つの世界がごちゃごちゃになり始めて、ダイナゼノンのメンツも呼ばれちゃってね。で、なんだろうね。新世紀中学生の、うんうん、そして新しい新人で、レックスっていうね。レックスで。ことダイナゼノン。のダイナレックスが。そうそう。ガウマさん生きてたって。やっぱり、なんだろうね。今回の映画でね、綺麗に終わってんだよね。そう、綺麗に終わってんだ、本当に。そう、曖昧な終わり方をせず、めちゃくちゃ綺麗に終わったっていうね。そう、うん、これが今回のいいとこ。ちゃんとなんか完結編って言い方どうなのか分かんないけど、ちゃんと綺麗にまとまってて、うん、テレビシリーズできなかった、果たせなかったことをちゃんと回収しますって。まあ
一番の目的はユータが一回告白するっていう話なんだけどね。そうそうそう。それが超メイン回っていうね。そう、そこが軸だったよ。怪獣の中で早く、早く告れって。うん、でもその、いつまで経っても告らない。でも早く告りたいっていう気持ちが、まあこの事件のまだ突破点になると思って。うん。早く、だって告白したいんでしょって。それを思いで言ったのっていうね。すごいよね。うん。だからなんだろうね。恋愛面をめちゃくちゃぶっ込んだおかげで、なんかめっちゃ面白くなっちまったグリッドマンっていうね。連行超人グリッドマン俺さ、特撮シリーズは見てなかったからさ、うん。ほんと特撮なんだっていうくらいしか知識なかったね。めっちゃ今グリッドマン好きになったよ。マルチバースって。で、ところで、ゆべさんはヨモギクと付き合ってるんですかって、うん、付き合ってるよってあっさり言う感じ。さらっとね、そう。さらっと言ったよね、確かに。しれっとね。あ、やったーって、その時、なぜか俺、この中にガッツポーズしたから、よし、そうかーって。そう、それが見て、そう、それが聞きたかったんだって。うん、ったってその答えを聞きたかったんだって。で、やっぱり、ガウマさんとのね、再会ね。再会ね。うん。やっと再会できたね、ゴールドバーンとかもね。ちゃんと生きてますよって。そして、ガウマさんの方ももう一つの再会があったって。姫との再会って。そう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 。まだそれが最後のオチになるとはね。思わなかったよね。うん、いや、サイドフェアやっててって、うん、なんだ、ガウは5000年ぶりじゃんって、あなたに会いたかったって言えるやつ、いつまで過去に気づいてんの？そんなことにカニ買ってくって、ものすごい高いカニを姫ガウマに交わして、領収書お願いし、また親戚に言われて、ん？ガウマでって、うん、ガウマさんが払ったんだね、あの高そうなカニって、まあそれは後で語るとして。で、どんどんユニバースがおかしくなっていき、実はこの事態は、その、グリッドマンそのものが起こしていた事態であってて、それを利用している敵がいるっていうね、うん。グリッドマンの形をした宇宙があってて、これぞグリッドマンユニバースって。まさに宇宙がごちゃごちゃになろうとしてやって。で、アンチ君と二代目がね、うんうん、あの、なんだろう、ダイナゼノンの時じゃないあの姿ね。そうそうそう。あの初期の FF グリッドマンの姿の時で。で協力してくれる、うん、あのユータの幽霊現象は全部って幽霊現象も全てってね、お前たちで二人だったのかって、うん、なんかあの心を取られた時のヨモギがあの夢たち助けに行った時のシーンに言ってたよね。うんうんうん。で最終的にヨモギだけ取り残されちゃうっていうね。そしてあのヨモギのあの怪獣使いの力を使って時間稼ぐのかっこよかった、ね、さすが主人公って感じで、うん、そうそうそう。でなんだろう、ユータ命がけで結局グリッドマンとまた一つとなってって。で、ここで手助けしてくれたのが、新庄茜だったんだよね。そうだったのよ。今度は、今度は私があんたに使わせてもらうよ、アレクシスって。アレクシスまで、今回アレクシス茜が、で力を合わせてグリッドマンを助けるっていう。助けるっていうね。めっちゃ何この胸圧展開って。いい胸圧、そうそうそう。本当に揃ったって。うん。いやー、アカネまでちゃんと実写アカネ、そしてアニメアカネ全部完全にね、うん、全員出てくるっていうのが嬉しかった。そしてダイナゼノの主題歌流れたと同時で、夢と夢たちが迎えに行って思いのことって、そう、遅いって直すね、あのなんだこれ逆じゃね、助ける方法って。それでもそれがなんかダイナゼノン感あるっていうね、うんうん、全員はい皆さんご一緒にて合体っていやー、そしてそっからのユニオン流れて、で、まだ来るかってね、しつこくやり、戦いながらも、最終的にグリッドマンニュー形態で、全員合体で倒すっていうね。うん。いやー、うん、めっちゃ熱く盛り上がったね。盛り上がったよ、本当に。うん、で、なんだろうね。で、ちゃんとガウマさんとお別れを言えるっていうね、今度、ダイナゼノン組は。そう。いやー、そして、カニ渡すっていうね、ヨモギ。カニ渡すっていうね。でこれ結構面白いのがさ、恋愛のカップルさがやべえんだよね。ユータはこれから立夏で告白する、うん、一方、ダイナゼノの主人公のヨモギとユメの方に関してはもうすでに付き合っているっていうね。そうだからこの後カニ渡されて元の世界に帰る途中でね、うん、笑ったわな。カニって、あ、でもガウマさんはあのヨモギくんの家用で渡してきた、だから家族用として一緒に食べよって言ってしれっとプロポーズするっていうね。それに対してユメが顔真っ赤になって、いやーって勝手に俺たちが盛り上がってね、うん、そうそうそう、これが見たかったね、うん、なんだろう、お前だ先に行くカップルみたいになってそう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 、これが見たかったぞ、これが見たかったぞっていうね。そしてやっとね、もう最後の場面よ、やっと言うた告白したよってリッカからやっと OK 出て笑い合って、そしてスタッフロールってね、うん、そしてスタッフロールが全部終わった後に、終わった後に、うん、
まあ、ヨモギの母と、まあ、お父さん、そして、まあ、仮のね、義理のお父さんって意味だから、あれは、うんうん。そして、ね、ゆうべと4人で、カニ食ってて、静かに食ってて、うん、カニ美味しいって、お母さんに聞いた人と、普通かな終わり。なんじゃそりゃって。なんか、アベンジャーズの一作目だと、シャワルバ食った感じって。せっかく買ってきた仮なのにって。この守られる約束が3つある。1つが愛、1つが約束、そして1つは賞味期限。だそうです。そうですね。3つの謎も解けましたし、いろいろとね、人間関係の事情も全部解決したでいいのかな。そうなんだね。あかね、なんだろう。ナイト君こと、まあ、うん、アンチ君も、新庄あかねに犬、俺を生み出してくれてありがとうございましたって頭下げて、くしゃくしゃの頭に戻して、あかね消え去るっていうね。で、なんだろう、一家には何も言わなかったとかって、でも、ちょっと手で触れてきてね、いつでも見てるみたいな感じで、言葉なくても見てるよっていうね、あの友情の関係も。いや、よかったね。いや、みんなが協力して、あいつも消えてったけど、最後。うん、でも、その、なんだ、最後まで消えてったけども、どっかで生きてるだろうっていう、なんか希望をまるで残すかのように、思ってたもんね。そう。いやー、これ、続き作れんのかな、やろうと思えば作れるんだけど。やろうと思えば作れるんだけど。いつでも言うたら、これでグリートマンになれるように、うん、あの、腕は残してたからね。うん。続きを作ろうと思えば作れるけど、まあ、これで終わりでもいいんじゃないって、ね、うん、いいと思う。なんて言ったら、アニメの集、全部、二つのアニメの集大成っていう感じがしたね、本当の。うん。全ての何ていうの、そうね、消化されてないところをさ、つながっていく、そんな感じの中身だった映画として、うん、だから本当に見終わった後にすげえすっきりした気持ちに、うん、めっちゃすっきりして、やることは全部やってくれたよね。そう、ヒーローとして、特撮ヒーローとして、グリッドマンとしてのスーパーヒーロー活躍、ダイナゼンとしての活躍、全てをやってくれた、うん、全てをやってくれ、そして人間関係の恋愛面も全部見れて、ヒロインの可愛さも全部見せてくれたからね、うん、そう、文句がないんだよ、文句ないよ、本当に、うん、カニ。まさかのカニがその落ち役、落ちなのかな、あれ落ちでいいんだよ、落ちだよね、落ちのパッドに来るとは思わなかったけれども、そして何気もない日常を得て、そう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 、一番誰よりもいい作曲、ま、なんだろう、突っ走ったカップルが面白かったわ。あの二人はきっとこれからもなんか散々揉めたり仲良くなったりして、結婚して二人仲良く暮らしていくんだろうなってこと、結構面白かったな。ダイナゼロン組が一番、なんだろう、ちょっと出番が少なかったっていう部分あったかもしれないけども、うん、それでも、それでも、カップルの恋愛面に関しては、俺らが上だ感がすごかったな。すごかった。うん、だって、あの、グリッドマンの説明だけがっつりやっておいて、ダイナゼロンの説明がさ、うん、なんか知らんけど、巨大ロボに分けて、最終的に彼女ができたっていう説明だったね。うん、いや、何そんな簡単とって。いや、合ってるけどって。認めてどうするよ、ヨモギって。間違ってないけど、なんかすごいざっくりまとめられてるって言うね、うん、あっさりまとめられてダイナゼノ編があっさりまとめられ、いろいろあって最終的に彼女ができたって、おい、そんな説明でいいのかって、合ってるからいいやっておーいっていやー、面白かった、面白かった、いやグリッドマンの形の宇宙見た時になんかどうしても遠目で見えちゃうんだよな、あれにって思っちゃうところいろいろあったけど、随分、うん、敵キャラシンプルだ、これもね、多分電光超人グリッドマンちゃんとで、あの、うん、原作言ってれば多分あの敵も何なのかよく分かるところあるんだろうけど、うん、俺ら本当そこは分かんない、とにかくね、早くあのヒロインたちの恋愛結果を見せてくれっていうの気持ちで、ただスーって言ってしまって、めっちゃおもろいです、うーって戻って、うん、ピカチュウ EX のポケモンカード買ってきたっていうね、うん、それですっていうね、わけのわからんのも好きだからな、単純に何だったって言われたらね、最高だった、最高だったが、これレビューかって、うん、本当に最高だったっていう、できれば俺まだ続き見てえな、あのまだあの恋愛見続き、付き合いだしちゃあの二人その子どうなるのか超見たい、あるかね、ワンちゃん、まだ続き。まだアニメ化してないつぶらや作品ある、うん、グリッドマンだけ OK 出たのかな、それ以外だったらいけんのかな、もともとダイナゼロのグリッドは、ダイナレックスで、ダイナドラゴンか。うん、で、電光超人グリッドマンのキャラクターだったわけだから。うん、まあ、もともと原作グリッドマンなわけだからね。
どこまで OK なのかわからん。うん。激動総集編版も見とけばよかったかな。グリッドマンとダイナゼノンの。それいけなかったからな。いやー、まさかね、ここまで盛り上がるとは思わなかった。うん、最高に盛り上がったよ、本当に。うん、どうカニ。普通かな。もうカニの落ちが頭からもう外れない。もう全然もう取れない。なんだろうね。よもぎの方が一応設定上だろ。ある意味では、うん、話の設定上後輩なのかあれは。一応、二クルメっていうか二作品目の主人公だからって。うん。なのに、なんだろう。ある意味な勝ち組のように見えてしまうっていうね。いやー、これは面白かったっすね。やっぱりバイクで走ってきたやつとは、助けてきてるのは、やっぱり、そういう解釈でいいの？ん？ほら、ユータをさ、途中でバイクに乗せてくれたあの人。そういうことでいいのかな？まあ、それはまあ、みんな見て。見てほしいです、うん。というわけで、以上、なんだったんだろうね、面白かった。面白かったんだけど、この我々はトークした意味があったのかって、ただおっさん二人がさ、ただヒロインたちの恋愛事情の結末を見たくなって、勢いで行っちゃって、めっちゃ合体とかも 何もかもど興奮しちゃったって。興奮して、その思いのままをね、そのまま伝えるという。うん、その思いのまますぎてさ、俺はグリッドマンしてて、勝つから大丈夫ですか見てないのって状況ですけど、一応言っとくね、俺たちその前日に結局全部チェックして見てるから。チェックして見てるから、より面白かった。それ最初に言えよってね。よりね、深くね、入ってきたよ、本当に。一応見てるけどさ、っていうね。面白かったよって。俺らはこのトークの何の意味があったって。最高だったってことだよ、本当に今、伝えることは。うん、最高だった。だから、頼む。鈴木をもうちょっと、アフターストーリーを、もう多分、OVA でも何でもいいから。うん。まだグリッドマンとして戦って、そして、言うだと。で、リカどうだったのって、ねえ、ダイナゼノン側も、ねえ、あの二人結婚するのねえ、まだもうちょっと見たい。欲望が働くて、もうちょっと見たい。そんな感じかな。まだ見たいかって、まだ見たいなって。いやー、これはね、最高だったと思います。かなりの。最高だった。もともとは特撮の円谷作品の人として生まれて、そして今って、ここに至る、グリッドマンユニバース。いや、かっこよかったわ。かっこよかった。今これ、このグリッドマンのやつやる前に、このフィグマのこのプライマルファイター買ってさ、使うとこあるかなと思ったら、いや、ごめんなさい。最高の一品ですって、今めっちゃ俺今ね、買ってよかったって今ね、マジで思ってる。これね、アニメ2作品見た後で、ね、これ見るとよりね、その思い、より思いがね、ダメよ本当に。俺ってグリッドマンだけ見てるからダイナゼノンいいやって、それで映画行こうって考えてたからさ、よかったダイナゼノンその前に見といてて、今マジでね、もしダイナゼノンちゃんと見てなかったって今俺マジで後悔したと思う。お前もそうだろ。俺もそう。俺もダイナゼノン見てたから、グリッドマン見てなくても多少わかるかなと思ったけど、グリッドマン見てなきゃダメ。ダメだったもんね。よかったね。見といてよかったもん。両方ないと、ダメ。お互いそれでよかったね。そう。ほんと。見てよかった。ここで見れてよかったって。最高の映画を見てもらった。そう。比べちゃ悪いけどさ、新仮面ライダーよりちょっと若干良かった部分が俺出てきてよかったわ。まあ多分最終的に、仮面ライダーは仮面ライダーだってなるけどね。今はね、とにかく何もかもがグリッドマンとダイナゼノンにね、今侵略されてますよ。今、文字通り目の前の世界が侵略されちゃってるんだよ、俺今。これは訓練でもリハーサルでも何でもないんだよ。もうがっつり支配されちゃってるよ、グリッドマンに。やばい。大丈夫。このグリッドマン冷めることはないだろうけど、でも結局、なんだろう、ナンバーワンにこれ取られちゃうだろうな。ピンクボールにって。なんだろうね。そういう差、俺は差をつけたくないのだがね、そんだけグリッドマンに心をね、俺たちの心を揺るがした。マジで心が揺れ踊る最高の映画だったね、これ。最高だった。途中で、俺アニメ映画見てたっけって思ったもんね。ガチだったもんね、結構。
いやというわけで以上、うん、グリッドマンユニバース、感想トーク会やったり、レビューじゃないね、これぞ感想トーク、うん、感想トーク会だね、本当に、うん、というわけで以上になります。またどこかのユニバースで何かあったら、うん、これ続けるか、ね、うん、またどこかのユニバースでいつの日かって、いつの日か、うん、あると信じて、うん、ではではまた会いま、ましょう。あ、頼む、あのカニきっかけで、あのなんか別れるとか、そんなことないようにな、んだその話